はいどうも、選ばれした旅人プリムローゼがね EX ジョブで登場したということでガチャ引いていこうと思います。いやーまさかね EX ジョブがねこんな早く登場するとはっていう感じですよね。実際まだEX ジョブありますからね。で今回も40連で星5キャラ1体確定と、まあここでプリムローゼを出していこうかなっていう感じですね。オクトラなんですけどね、最近ちょっとスプラトゥーンっていうゲームにね時間取られてまして、ちょっとなかなかねプレイできてないんですけどね、新キャラだけは確保しておくのでね、ちょっと皆さん良ければチャンネル登録の方だけよろしくお願いしますということで、ステップ4まで引いていきます。10連目いきます。ポチッと。さあ光は悪くないんじゃないか。悪くない、ワンジャン星あるよ。私にふさわしい人いるかしら。スキップします。はい、10連目はね、バクチです。20連目いきまーす。さあ、20連目。光は最悪だ。最悪の光だ。優勝でこれは勘弁してほしいな。僕の庭で好き勝手させない。スキップしまーす。はい、20連目はね、バクチです。まあ出ないですよね、と。あの光が出た瞬間終わりだから。さあ、30連目。早くも30連目ですね。さあ、30連目。光は、お、悪くない。まあ、最近ちょっとね、確定以外出てないからな。そろそろちょっと、覚醒石欲しいかなってところあるんですが。救える命を、すべて救います。さあ、サイラスの偽物、スキップします。うわ。30連目もね、爆死です。これまずいわ。出ないやつだ。さあ、期待の40連目、星5キャラ1体確定ね、引いていきまーす。出るかなぁ。さあ、40連目。光はこれなんだよな。この確定率を拝んでいくと。さあ、頼みますよ。商談成立だな。2枚抜きとかしてほしいですね。期待を込めてスキップしまーす。さあ、来い来い。働きはご法度ですわよ。違うでしょ。大商人への道が私を待っていますわよ。ノーニャですね。ちょっと全然違えわ。スキップしまーす。頼む、もう一体頼む。うーわ、最悪だ、最悪だ。ノーニャでしたね。マジかよ。かすってすらいねえわ。プリロゼマジか。優勝、160があるからちょっと引く？このステップ1だけ引いてみるか。ワンチャンこれで出たらラッキーぐらいで。2周目ね。いや、頼む頼む。頼む。天然の確定演出。光は？まあまあまあ、ワンチャン。まあ、ワンチャンぐらいだな、本当に。私にふさわしい人、いるかしら？スキップしまーす。これ出ないんじゃん。いや、マジでどうしたオクトラ。なあ、排出率バグってるんぞ。60連目ね、爆死です。ちょっと確率収束してくんねえとマジで割に合わねえな。ちょっと無償の方もね、一回だけ引いてみまーす。頼むってな。頼む頼む頼む。光は？悪くない。ああ、確定にはならない。ワンちゃん。私の仕事は高くつく。スキップしまーす。頼む。頼む。よし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 。星4プリロゼ来たー。粘り勝ちですね。プリロゼの星4出ましたね。ありがとうございます。うな！マジで。プリムロゼよ、実はお願い。さあ、というわけでね、まさかの無償の方でプリロゼ星4出ましたと。いや、粘ってよかったですね。助かりましたっていう感じですね。さあ、というわけでね、毎度恒例1000の導きね、引いていこうと思うんですけども、まあちょっとね、今回、
久々の10の導きいきますか。はい。この聖なる導きはね、ガチャ道具の最後に毎回3回引くっていう恒例のやつなんですけども、まあ、今回特別にね、10の導きいきますよ。過去に1回だけね、10の導き引いてね、星5キラなんか出た記憶があるんでね、よければ過去動画ちょっと漁ってみてください。さあ、10の導き。確率収束してほしいですね。さあ、光はいいぞ。でかい、光が。これ、あるぞ。伝承から様々な学びを得たいのです。はい、スキップします。頼むよ、頼む頼む、なんか出てろ。はい、爆死です。まあそう甘くないですよといった感じですね。というわけでね、今回の動画終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画とアップしてますので、よければ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。